にちは、みじゅです。今回の動画ではこちら、CC ウォーターゴールドを使ってこのマツダ CX-30 を施工していきたいと思います。もともと私は洗車チャンネルとして動画を始めたんですけれども、初めて使ったコーティング剤が CC ウォーターゴールドだったので、この度10周年を迎えた CC ウォーターゴールドをこの節目に撮影することができて本当に良かったなと思います。それではね、まず最初に洗車を行ってから撮影していきたいと思います。それではビフォーの様子を見ていきたいと思います。水をかけてみます。はい、こんな感じでだらっと水が流れてしまうような撥水などは今現在できていない状況になっています。はい、ということで一旦洗車は終わりました。でこの後に CC ウォーターゴールド施工に移りたいと思います。今ちょっと拭き上げてしまったんですけど、 CC ウォーターゴールドは水に濡れた状態で施工しても大丈夫です。なので一度の拭き上げで同時に施工というのもできるので、そちらも方法としてはおすすめしています。それでは CC ウォーターゴールド施工していきたいと思います。こちらは50センチ四方にワンプッシュぐらいでいいので、これ何ミリリットル入ってるんだろう、300ミリリットル入っていて、かなりね、台数も多くできるんじゃないかなと思います。で最初は付属のタオルで拭いていきたいと思います。で別売りでこちら2面クロスっていう、私も昔ね動画で何度も登場してきたと思うんですけれども、拭き上げ用のクロスがあるので、付属のものとあと2面クロス両方ね使ってやっていきたいと思います。でちょっと今日は暑くて炎天下の中での撮影なので、ちょっとこのボディを傷めないためにもまず水で冷やしてあげて、そこから濡れた状態での施工を行っていきたいと思います。全然暑い。それでは施工前にちゃんと振ってあげてください。そして50センチ四方に1回ぐらいプッシュしていきます。それでは別売りのこちら2面クロスでこちら拭き上げていきたいと思います。まず最初にこの黄色の面で拭いていきます。で仕上げとしてこの茶色の方で磨いていきます。もう拭いてるうちからなんかサラサラしてますね。拭きやすいです。はい、ということで施工完了です。 CC ウォーターゴールドの撥水の様子をねチェックしていきたいと思います。施工した直後なんですが、こんな感じですでにバチバチに水を弾いてくれています。水が玉状になってきれいに撥水してくれてますよね。施工してすぐに水をかけても効果がすぐに発揮できるというのは魅力の一つですよね。ツヤ感もとっても美しいと思います。じゃあちょっとお話を伺えればと思います。はい、よろしくお願いします。なんか開発にあたってご苦労とかあったんですか？苦労っていうよりも、その使いやすさ、どこまでどう使いやすいかなっていうところを
やっぱり追い求めた製品なんで。なるほど、はい、なんかその10周年で最初に出た時から何か改良とかそういったものはあったんですかね。あの若干ツヤとか滑りを、はい、うん、発売当時よりはあの増量してると思います。あ、なるほど、はい、それは濃度を高めたっていうことですかね。そうですね、単純に、はい、あ、なるほど。なんかあの使っていく上でプレミアもあると思うんですけど、はい、このあのシシウォーターゴールドとのなんか使い分けのおすすめの方法とかありますか。あ、やっぱりこちら普通のゴールドの方で、うん、ツヤとか滑り、あとはこういう濃色者でしたら色の濃さとか、うん、あのちょっと満足いただけないなっていうお客さんにはプレミアムの方がいいと思います、うんうん、なるほど、はい、じゃ あのよりなんだろう濃い濃度というか本格的なコーティングを求める方にはプレミアムをおすすめしたいっていう感じですかね。そうですね、はい、うんうん、なるほど。で手軽に毎回使っていきたいみたいな感じであれば CC ウォーターゴールドがすごく使いやすいっていう感じですかね。そうですね、あの、うん、一番はやっぱり失敗がないっていう。なるほど、はい、それは安心ですよね、はい、わかりました。ちなみにベストな頻度とかあるんですか。あの洗車の度にっていうか洗車好きな方は週に1回とかされる人が多いんですけど、うんうん、はい、どうでしょう、月に1回とか2回ぐらいでも。あ、それでも十分、はい、なるほど、はい、わかりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。仕上がりがこちらになります。すっごく綺麗になりましたよね。表面にもう一幕クリア塗装を貼ったかのようなそんなツヤツヤな仕上がりに見えます。ワックスとはまた違った深いツヤがやっぱりいいですよね。施工自体これだけ簡単だったのにこんなに綺麗になるんであれば毎回使いたくなりますよね。施工が完了しました。見るからにすごい美しいツヤなんですけど撥水効果もすぐに出てくれるので施工した甲斐があるなという気持ちになります。施工の頻度としては、まあ、1ヶ月に1回ぐらいで効果が持続するそうなので気軽に続けることができるのもメリットじゃないかなと思います。この CC ウォーターゴールド10周年ということでキャンペーンも行われています。概要欄にリンクを貼っているのでぜひチェックしてみてください。ということで今回もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。